選手の能力値を見てみましょう。香川83、本田が85、すごい評価だね。遠藤83で長友86、これは清武84、ちょっと大迫出してみようか。ちょっとこれは評価が高すぎるんじゃないの。酒井が79で豪徳の方が高いの。そんなわけないっしょ。誰だ、 CB82、 栗原か。僕は岡崎77はトップだったら高くなる。あー、岡崎トップっていうのもありだよね。決定力とか上がってんの。 78? マジ ?13 ゴール決めてんだっけ。13ゴールよ。さあさあ、ウィニングルブンワールドサッカー2014、青木侍の挑戦。さっきの日韓戦が画質が悪かったから、もう一発行かせていただきますぜ。実力の差を見せつけてやろうず。はいはいはい、ホンダが走ってる。あげろ、えん、ハセベ今おっと、オッケーオッケー、あ、もう一発。はい、内田走らせて、はいはい、あれ、パスちょっと丁寧にしてほしかったの最後。あ、オッケー、長谷部からホンダ、ロングボールで裏へ狙って、オーケー、いけー、もう一発、コーナー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 、オッケー。遠藤見せちゃって、あれ、こうか、逆になってんのかこれ、キックが、え、ホンダ、おお、長友パワフル、オッケー、クリアさせて、パスの出しどころがなかったからね。あそこで取られるくらいならセーフティーにクリアという。なんだか実力の差がついちゃっても困りますな。おっと、あ、香川、あ、まだ香川、ああいうとこ得意なんじゃないの、香川は。能力どうなってんのっていうとこ見たかったね。はい、本田、あれ、香川、オッケー、オッケー、いった、うん、誰もいない、オッケーオッケー、もしかして、もしかして、踏みつけてたもんだって、ほら、いや、言い訳してもダメダメダメ。韓国はほら、今世界的にもさ、すごいラフプレーが多いとかさ、運営がどうだとか言われてるんだから。これ本田といったらこちら、はいこちら、はい真ん中ズドン、やったーやったー、レーラララ、あ、韓国さよなら、日本大好き、いいねいいね。まあまあまあ PK、 まあ PK ね、そうよね、やっぱり日本と韓国の実力の差今考えたらよ、流れの中から取っちゃおうよって。AC ミランの10番がいるんだよ。マンチェスターユナイテッドのベンチがいるんだよ。香川スタメンに選ばれてほしいな、モイズ。オーケー、ねーねー、はいはいはい、オッケー、あれら、ここで奪いました、はい、はい、繋いで、前線へ出す、オッケー、柿谷シュートゾーンです、あれれあれれ、クリアします、内田まだいいね、おっとやばいね、はいはい、いいよ、吉田、長谷部、はい、長友へ、あれれ、パス弱し、これは合いません、うん、前半 1-0、 うん、なるほどね、なるほど、はいはい、選手の能力値を見てみましょう。香川83、本田が85、
すごい評価だね。遠藤83で長友86、これは清武84。ちょっと大阪出してみようか。ちょっとこれは評価が高すぎるんじゃないの。酒井が79で豪徳の方が高いの。そんなわけないっしょ。誰だ、 CB82 栗原か。僕は岡崎77はトップだったら高くなる。あー、岡崎トップっていうのもありだよね。決定力とか上がってんの。 78? マジ ?13 ゴール決めてんだっけ。13ゴールよ。78はないでしょ。よし、大阪を見せてやれ、大阪を見せてやれ。フォワードとしての能力が柿谷より高いと言われている大迫が、あれれれれ、大迫意地悪されてんの。本田に、おっ、いきなりドカーン、やったー。さすがチェイシングからの献身的なフォワード。大迫いきなりだよ、交代していきなりだもん。最初ファーストタッチで得点ドカンだ。はいはい、やばいやばいやばい、やばい、中入れられたらやばいよ。ケアして、ケア、オッケー。あれ、吉田、ちょっと吉田らしいな。はい、なるほど。はい、長友、ここからどう組み立てるのか。現在2点差をつけ、いいリズムでゲームを。お、ヒールリフトできたよ。練習だからさっきはできなかったのかな。岡崎、おっと、内田、内田、おっと、おー、抜く。ドイツ仕込むのフィジカル。はいはい、あ、オフサイじゃない、あ、オフサイか、くそ。完全出てたもんな今。香川点取ってほしいな、香川ちゃん。香川トップ、遠藤へ。さあ、ここまでご覧になっていかがですか、七海さん。少し押し込まれてペースダウンしているように見えますね。おっと、香川、香川お前持ちすぎだっちゅうの。ボールが当たる、川島走る、届かず。キーパーもこうやって動かせますからね、新しいウィニングイレブンは。あ、やばい、出すぎた。おい、大迫走れ、よし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 、スーパーカウンターゴール。ここのこの距離から遠藤かな、これ誰誰だろう、画質が悪くて見えない。誰が蹴った、こう、まさかの、え、うちだ、内田ナイスパス。やっぱりこういうとこあるんだよね、内田。サッカー IQ の高さ見せてくれた。うわ、ありがとう。大迫が当たってるね。これは、J リーグで無得点の香川、落ちる可能性あるんじゃない、スタメン。で、大迫いるなら香川一家ってなって、トヨタとかさ、カズ三浦あるんじゃないの、ラモス大喜び。はいはい。オッケー。お、まだ取れてない。香川、香川にゴール前でボール持たしたいな。香川、オッケー。あらら、香川の上がりを待て。そうだ、この時間帯無理はしません。よし、逆サイド上げて、岡崎から香川、香川、香川、はい、さあどこへ出すのか。香川走ってる、あれ、香川にパスと思ったら大迫が2得点取ってるからね今ね。あ、来たよ。あ、香川すぐ取られちゃった、香川すぐ取られちゃった。おい、はい、コーナーキック。本田、誰が一番この辺かな。おお、もう一回ショートコーナー、ショートコーナー、もう1点入っちゃうかもしれないですよね。コーナーキック、さあショート、長友、わお、長友など、オッケー。
まだあるロスタイム長いね。あらら、大迫ハットトリック。これはあるな。持ってるな、おい。さあさあさあ、オーケー、終了。因縁の韓国に4対0日本。これはアジアのレベルじゃないぜ。実力の差見せつけました。シュート0本に抑えて、こっちは8の7、パス成功率は77で67、支配率は59の41、なんといってもスコアの4対0輝いております。日本、これはワールドカップ優勝だ、バカタレ。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。